はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今週もですね、勇敢人内をやっていきたいと思います。 えーまあ、今週あったニュース、えー、あれこれ語っていく前にですね、えー、いつものように、えー、こう有料放送の、ねえー、宣伝をさせていただきたいなと。毎、えーまあ、回言ってますけれども、ノートというプラットフォームで、あのプラットフォームまたいでしまって申し訳ないんですけれども、えー、概要欄にリンクの方載せてますので、えー、今回は驚くべき希望。 えー、NT ライトさんの本、えー、これ第4回なんですよね。だから、大体1時間半ぐらい、毎、まあ、回喋ってるから、6時間、えー、全部で話したことになるんですけど。 ええー、まあ、その第4回、えー、150円で販売させてもらっております。で、まあ、このノートでね、買っていただくとお、お手持ちのスマホにダウンロードして何度でも、えー、聞き交わすことができますので、えー、よろしければあご購入いただけたら嬉しいなと思います。えー、あとですね、もう一つとして、えっ、ー、と、7月7日、あまあ、1週間後ですけれども、まあ、この有感人内の、来週の有感人内の、まあ、後ということになるんでしょうかね。 夜8時から、えー、もしイエス様が市長だったら、えーまあ、私がですね、翻訳させていただいたあ本の読書会、オンライン読書会をですね、していきたいと思っております。えー、まだですね、あのー、チケット、枚数、えー 残りがありますので、売り切れてしまう前に、えー、よろしければご購入くださればと思います。こちらもですね、概要欄の方に、えー、ノートでこちらも販売しているんですけれども、オンラインチケット。 えー、載せていますので、えー、700円ということで、まあ、あの、電車でね、どこかに往復していったら、ああ、まあ、大体それぐらいの値段になるかなという形で、えー、まあ、金曜日の夜仕事が終わった後に、まあ、読んだ本について語り合うということは、まあ、人生でですね、本当にあの、一番幸せなことの一つかなと僕は思っていますので、えー、よろしければ、えー、私と、 えー、そしてあのカバーデザインをしてくれた湯本さんですね。まあ、毎回こう対談動画で、えっと、二人で話してるんですけど、まあ、その、え、なんだろうな。あのー、それに皆さんに加わっていただくことで、またどんなね、ね、話になっていくか、ちょっとお、お、楽しみにしながら準備を進めておりますので、よろしければ、えー、ご参加してくださったら、えー、チケット買ってくださったら嬉しいなと思っております。はい。 で、まあ、全部ね、あのー、すべてを読んでいる必要はありませんので、まあ、あの、最低限、ま、一章まで読んでくださってたら、まあ、大体、あのー、その本の内容っていうのは把握できているということなので、あのーぜ、全部、その、読量している必要はないので、まあ、割とね、ボリュームのある本ですし、<laughs> まあそんな中から、あの本から感じたこと、また疑問に思ったことなんかを、えまたこう、これをね、実際自分のね、その教会でやるにはどうしたらいいんだ、みたいな、そんな話とかもね、していけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひですね、ご参加くださったら嬉しいです。えそれではですね、ニュースの方に入っていきましょう。えまず、今週あったことなんですけど、まあその二つちょっと今、今週は用意していまして、 えー、一つ目がですね、これね、あの、ちょっと、その、このリスナーの方に、どれぐらいこう、知られてるかわからないんですが、今週の月曜、僕、ショックなニュースがありまして、えー、それがですね、あの、コラムニストの小田島隆さんが亡くなられたんですよ。で、結構僕にとっては、その、上島隆平さんと同じぐらいのショック、 であのー、なんだろうな。まあ、あの、その知ってる人は、その、<laughs> <laughs> あのまあ、当たり前のことをえー、っとね、でもね、僕はすごい、このね、何年ぐらいかな、もう10年近く、10年ぐらい、10年以上か。あの、僕ね、その、内田達さんの本を読み始めたのが2010年ぐらいで、で、そっから、その内田達さんの友達つながりみたいので、あ小田島隆さんっていう人いるんだ、みたいな。で、 本とか、か、ね、買って読んだこともあったし、何冊読んだかな結構、小田島さんの本は割と僕読み続けてて、で、えっ、ー、と、それだけじゃなくて、あのー、僕はですね、あのー、ツイッターも、あのー、今はもう、その SN、SNS 全くしてないから、あれだけど、あのー、唯一ツイッターを開くのは、小田島さんのツイートを、 年に何回か見,く見たくなることがあって。で、それで見たりとか、あとその現代ビジネスかなあーかなんかの、その、えっ、ー、と、オンラインで、えっ、ー、と、連載を持ってらっしゃって、それも何度も読んだことがあるし、まあ、とにかくまあ、ありていに言うと僕はその小田島隆という書き手、コラムニストの、まあ、フと言っていいぐらい、すごく、 うん好きな人だったんですよ。で、その大田島さんが、その、ご病気だっていうのは、あの、僕、その、赤え玉を玉結びっていうですね、あの、TBS、TBS ラジオの午後、お昼のえ帯番組、月曜から金曜までやってるえ番組が、もう10年、11年になるのかな、結構長くやってる番組がございまして。で、それ、 僕は、その、帯番組を聞くほどの、そのラジオ、なんていうの、まあ他に聞くラジオがいっぱいあるから、その、じ、時間的に無理で。で、 でも、二つだけ、時々っていうか結構聞いてるのが、えっと、月曜日の、えっとね、3時から3時半までとかでよかったと思うんだけど、えっと、30分間の、えっと、週刊日本の空気っていうコーナーと、あと、火曜日の同じ枠で、えっと、アメリカ流れ物っていうコーナーがあって、月曜日は小田島隆さんが、その、 今週あったあれこれについてなんか喋るっていう。まあそういう小田島おじさんにこの時事問題について自由に語っていただこうっていうコーナー。もう僕すごく好きで、それを、まああの30分だけ結構、毎週とは言わないけど8割方聞いてましたね、でもね。その、で、その、 まあ僕はテレビ一切見ませんから、その今世の中どうなってるのかなみたいなことを、割とこう小田島さんのその週刊日本の空気で知っていた部分大きくて。で、アメリカの流れ物はあの町山智博さんがあの毎回面白い映画を教えてくれるので、まあそれでこう聞いてて。で、月曜パートナーが、えっとですね、カンニング竹山さんで、火曜パートナーが、あ南海キャンディーズの山ちゃんとか。 なんですよ。で、まあ、この二人とも芸人さんとしてもすごく好きですし、なんか、で、また、その、赤江玉夫さんも僕は好きなんですよ。なんか、すごく、なんだろうな、うん、あの、とても、その、ね、あの、アナウンサーの中でも素晴らしいなぁと思ってます。なんか、 はい。<laughs> あの、あんまり他のアナウンサーの悪口をここで言ってもしょうがないんで、悪口っていうか、まあまあな、そのアイドル化していく感じとか、なんだろうな、あの、もう、美のカリスマみたいになってる田中みなみさんとかも、わ,わけが僕はわからないんだけど、まああれが好きだっていう人もいるから、 あの、ここでなんか、僕は無駄に人を傷つけるのはやめておきます。<laughs> で,で、えっと、なんだろう、その赤い玉夫さんのあり方とかっていうのは、なんかすごく、 なんていうのかななんかすごいアナウンサー前として、えっと、そういう、そういう、なんかもう美の方に振ってるわけでは全然ないし、えー、でいて、そのアナウンサーってなんかその報道に行きたがる現象みたいなのがあるらしいんですよね。なんか報道やってるアナウンサーが一番偉いみたいなのがあって、なんかそういうヒエラルキーっていうのがある中で、あの、赤江玉夫さんって、 もちろん報道もできる教養のある方なんだけど、所詮私はアナウンサーなので、そのメインの喋る人を引き立たせるというか、えそういうことに徹してらっしゃる、うそういうのがすごく僕は、あなんか自分の、えー、ね、その役割っていうのをものすごくわきまえているなというかあ、尊敬してるんですよ。その女性アナウンサーの中でも特に。で、えっと、 でね、多分なんだけど、赤江玉子さんって、あれですよ、あの、ね、神戸女学院卒業してて、えー、っと、岡山県出身じゃないな。あ忘れたな。ちょっとごめんな、間違えてたら。で、神戸女学院で、それは確かす、 間違ってない。で、えっ、ー、と、そこの、えっ、ー、と、先生をずっと内田達先生がしてたから、なんか内田達さんとの接点で赤江玉夫さんは、その、小田島隆さんを紹介されて、この流れになったのかはどうかは、ちょっとわかんないんだけど、今回もだからその小田島隆さん亡くなった時に、内田達さんはもう真っ先に GQ という雑誌で追悼文を寄稿されてましたけど、まあそういうつながりがあって、とにかく僕は小田島おじさんがすごく好きでね、 であ、この人文章うまいなとか、すごくそういうニュースをき,き切る切り口が、ものすごいこう、えー、っと切れ味が良いかつ優しいんですよね。なんかそういうそのものもが世の中を見る角度とかが僕は大好きで。で、その小田島さんが、なんかね、えーっとけ、入院中でっていうのはずっと言ってて、この数ヶ月。で、なんか検査とかしてるのかなぐらいに思って。 で川大役ピンチヒッターが何人か来ててで赤い玉のそのねえっとだから「週刊日報」の空気は聞き続けてたんだけどえっと今日は病院からですみたいなのが結構続いてたんですよ今年の初め頃で途中からはもうお休みになられててね病気療養中でっていうでまあいつか帰ってくるんだろうなと思ってたからさ本当にショックで今回このニュースを聞いて。 で、まあ、ご病気の内容とかは本人はひ、ね、その世間に公表しないということなんですが、まあまあ、でも、普通に考えたら、おそらくそういう、ね、癌とか、そういったことだったのかな、と類推するしかないんですけど、まあ、61歳でしたかね。あの、若い、あ、65か。65歳で、まあ、亡くなられたという。 ことで。で、まあ、この記事、まあ、いろんな形で記事になってるんだけど、僕は、その、今週の、その、週刊日本の空気を、あの、聞いたんですよ。そして、赤い玉を、玉結びのオープニングも初めて聞いたんですよ。あの、恥ずかしい話ラ、ラジオでね。で、まあ、オープニングで、その、小田島さんのことを言って、そして、週刊日本の空気でも改めて取り上げてたので、まあ、そこをちょっと聞きたいなと思って聞いて、本当になんというかね、ちょっとね、えー、ちょっとこれから記事読みますけど、その放送を聞いて、 僕はその赤江さんがまあその生放送だったんだけどまあああいう放送のプロという方はそのやっぱり職業倫理上泣いたらいけないっていうのはあるわけですよでもそれをこうあらえずにね涙されてる赤江さんに、まあ、僕もちょっとうるっときてはい。 あのたい、その放送を聞いた上で、それがその記事化されているネットニュースを皆さんにちょっと今からね、僕をお読みしますので、聞いていただきながら、ちょっとね、あの、小田島隆さんのことを話したいなと思います。で、えっとね、ネットニュース、まあ、いろんな形でなってるんだけど、確かこれスポニチのウェブ版かな。うんと、赤江玉をアナ。生放送で涙。亡き小田島隆さんへの思い。 右や左ではなく上と下に対して常に中立な方だったっていうタイトルで、えー、フリーアナウンサー赤江玉緒が、えー、27日 TBS ラジオ、えー、赤江玉緒玉結びに生出演し24日に65歳で亡くなったコラムニストの小田島隆さんをツイートした えー、赤江は同番組1年目から長く番組を共に作り上げた小田島隆さんの不法を受け私の良くないところがしたくしくなればなるほどその人の偉大さを忘れてしまって気さくに付き合ってしまうというそういうところが多々あるんですけど小田島隆さんもそうだったなと解雇お亡くなりになったことで改めて「最感の歌という武田佐鉄さんと書かれた本を読み直して本当にすごい人だったんだと。 ただただ気さくなおじさんとしてお付き合いをさせていただいていたのが本当にすごい人だったと個人をしのんだ。反権力の立場で世相を切る論格として知られた小田島さん。赤江アナは私もアナウンサーとして報道に関わっていた時期があるんですけど、中立であれと言われることがあるんです。報道として公正な中立の立場でと言われることがあるんですけど。 右も左も分け隔てなく意見を聞くということではなく私は中立の立場というのはそういうことではないと個人的には思っていると試験を明かし本当に大事にしないといけない中立というのは右と左という言葉に対抗して言葉を使ってしまいますけど上と下に対して中立であるということが大事だと思うんですと中立への思いをとろう。 その上で上と下という言葉を使うのもよくないと思いますがすごく権力を持っている人お金持ちの人有名人に対してそうではない人上と下の中立を守るのはすごく困難で難しいことだと思うんです右と左の真ん中にいて何も言わないということに比べて上と下に対して常に中立な気持ちでいるということの方がはっきり言って一番難しいことそれをされていたのが小田島さんだったなって思って 誰に対しても態度が変わらなかっったたと振り返った私のような20歳くらい年下の者にも私よりも若手なスタッフに対しても選ぶるところが一切なくていつも小学生の男の子ですかみたいなだらしなさもありながらお茶目で知識だったり教養を何となく教えてくださっていつお会いしても愉快な方だったと忍びコロナ前は番組の飲み会も結構多くてその飲み会の出席率ナンバーワンなんだって。 だだっったたんんじゃないいか、えー、くらいだったんです普段無用な飲み会なんてダメですよなんて言っていたんですが玉結びの飲み会にはいつも顔を出してくださって我々のたわいもない飲み会に付き合ってくださってニコニコしながらそれが私にとっての小田島さんでしたと思いを打ち明けた小田島さんの病,病状については本人の意向で番組では公表しなかったというが赤い穴は小田島さんが辛いのであれば いつでも拘板しててももらって構わないとでも我々からは申し訳ないけどできるところまで小田島さんにやっていただきたいとお伝えしていたと明かし声を詰まらせ沈黙間を開けてダメだなってなったらお,お,たえお伝えくださいって言ったらと再び声を詰まらせすみませんと心をふ、えー、声を震わせたっていうまあそういう記事なんですけどまあこれちょっとねその放送もほぼ書き起こしているような形で、まあ、聞くとまたすごく ぐっとくるんだけど。うーん、だから、本当にね、あの、ラジオって確か4秒沈黙すると放送事故みたいなのがあって。だからまあ薄くね、BGM 流してるからいいんでしょうけど。でも、あの、基本的にはダメなことなんですよね。やっぱ声を詰まらせてっていうのは。で、それをね、またそのカンニング竹山さんが、それをこう、間をね、ガンガン埋めていくんじゃなくて、うーんっていう、いなんかこう、 ねなんか竹山さんの優しさみたいなのも出てていい放送でしたねうんでなんだろうなまあ僕が思うのはその小田島さんってねあのー、まあ知ってる人はわかると思うんだけどすごくうんとだからある種そのネトウヨとかからすごくもうターゲットにされて集中放火されがちな人なんですよねでそれはもう忖度なく 相手がが権力者だろうがやっぱりあの正しいことは主張するし間違ってることは間違ってるというのでで安倍さんを崇めている人とかからしたらそれが面白くないと、えー、あるいは差別主義者みたいな人からしたらそれが面白くないと、えー、だけどそれをあえて渦中の栗を拾うようにして小田島さんは行くんですよねでそれはおそらく小田島さんの中にそういう面倒事は本当に嫌だけどだけどこれ誰かしないと本当にあの ダメになるから、日本が。だから、あの、汚れ役を買って出てくれたのかな、っていうふうに僕はかん、えーか、えー、なんだろう、受け取っていて。だからなんかこう、小田島さんの意思を継ぐというと、おこがましいんですが、ああ、なんていうのかな、あの、まあ、尊敬している、えー、小田島さん、 に恥じぬよう、僕も、なんだろうかな、めんどくさい案件っていっぱいあるんだけど、でも本当にいちいち驚き、いちいちギョッとして、いちいち突っ込みを入れていかないと、その、えっと、ぎょっとする言説が普通に流通し、誰も突っ込まなくなったら、本当に日本は終わると思うので、僕は愛国者として、バシバシ突っ込んでいきたいなと。まあ、この勇敢人内も、まあ、それね、ちょっと、なんていうかな、 あ、これ言ったら怒り出す人いるだろうなっていうようなこともあるんですけど、なんていうかな、それも、あの、<coughs> うん、<laughs> あの、あの、島さんに、んに背中を押されるように、まあ、今日もちょっと一つニュースを取り扱っていきたいと思います。なんかこのニュースがあったからこそ、ちょっとこれやらなきゃなと思ったっていうのもあるんで。 えー、じゃあえ、次のニュースですね。それがこのニュースです。はい。えー、っとですね、これね、これ、記名記事で、松岡、そう、そう、なんだこれ、なんて読むんだ。胸、ごめんなさい、読めないっす。<laughs> え<ー>っと <laughs>、えっと、読めないんだよね。名前読めないのって悔しいな。読めないんだよね。えー、っと、ごめんなさい、胸に、なんか、字って読むよ。 じゃこれもう、ごめんなさい。あの、松岡さん。松岡さん。<laughs> 一般社団法人フェア代表理事、松岡さんが、えー、記名記事で書いている、えー、ネット記事で、これすごく Yahoo ニュースになってて、いやすごいいい記事だなと思った。で、それが、えっ、ー、と、同性愛は依存症、LGBT の自殺は本人のせい自民党議連で配布っていう、これがまあね、あの記事のタイトルなんですけど、読んでいきますね。今月、 <laughs> えー、今月、自民党議員の大多数が参加する議員連盟の会合である冊子が配られた。そこには、同性愛は精神障害で依存症など、的えー、性的マイノリティに対関する差別的な内容が書き連ねられていた。同性愛は心の中の問題であり、先天的なものではなく、肯定的,肯定的な精神の障害、または依存症です。 同性愛などは回復治療や宗教的信仰によって変化する。世界には同性愛や性同一性障害から脱した多くの元 LGBT の人たちがいる。LGBT の自殺率が高いのは社会の差別が原因,でな原因ではなく LGBT の人自身の悩みが自殺につながる。性的少数者のライフスタイルが正当化されるべきでないのは家庭と社会を崩壊させる社会問題だから。 性的っていうことが書かれてたそうです。その自民党のね、議連で配られた資料の中に。ちょっともう一つ一つぎょっとする言葉なんだけど、後でこの辺はあの深く掘り下げていきましょう。えー、先に、えー、進んでいきます。性的マイノリティの権利保障が一向に進まない日本。その背景には政権与党である自民党が 同性愛嫌悪やトランスジェンダー嫌悪性的マイノリティに対して性別、差別的な認識を持つ宗教組織によって支えられている実態がある。冊子が配られたのは、神道政治連盟国会議員懇談会の会合。で、この新党政治連盟国会議員懇談会っていうのは結構、その今の自民党の、えー、ていうかな、思想を理解する上で非常に重要な組織なんですよ。 で、まあ、日本会議と並んでですね、この新党議員連盟っていうのはすごく重要なんです。で、この日本会議とこの新党議員連盟がまさにそのサザエさん型家族こそがあ、日本のモデルなんだとか、えー、多様な、 あ家族とか多様な性のあり方っていうのをもう抑圧する方向でことを進めてるんですよね。だからこの辺っていうのはすごくその、まあ、日本の暗部だと僕は思っています。えー、続けて読んでいきましょう。えー、全国各地の8万社の神社が参加する宗教法人、神社本庁を母,母体とする政治団体、神社、あごめんなさい、神道政治連盟。 えー、その趣旨に賛同する国会議員により構成される議員連盟だ。で、今の政権与党のほとんど全ての議員が、えー、こ連に参加してるんですよ。まあ、あの調べてください、えー。興味ある人は。で、懇談会には262名もの国会議員が会員として名を連ねており、 自民党議員の多くが参加。え、新党政治連盟は自民党政権に強い影響力を与えているという。え、先日の会合で配られた冊子のタイトルは、同性愛と同性婚の真相を知る。弘前学院大学の、これ、ようまさ、えー、よう、なんだこれ。 <laughs> もうこれね、ほんとは、名前読めないんだよね。よう、よう、まさまさ <laughs> あの、まさっていう字に、心理の真って書いて。なんだこれごめんなさい。用紙です。用紙で。ごめんなさい。読めないです。名前が。はい。すいません。はい。申し訳ない。まあ、こういうのは、あの、キラキラネームが成人した30年後には、もう、もはや、こういうのをもう諦める時代になってくるんでしょうけど。もう、なんか、 名前はひらがなで書くルールとかになってくるかもしれないですね。もう誰も読めないからね。名前が増えてくる。ごめんなさい。まあ、ディスってるわけじゃないですよ。 はい。名前に罪はないですし、多分この洋さんという人も尊敬に与えるする方だと思いますよ。でも、内容についてはバシッバシッ批判していきます。えー、で、この洋さんという講演、人の講演録のようだ。冒頭、今日の講演の目的は、性的少数者を卑下したり、軽んじることではありません。性的少数者の人格尊厳は尊重しなければな,らなりませんと書かれている。しかし、その後に続く言葉は、明らかに人格と尊厳の尊重とは真逆のヘイトスピーチや、 造言説と呼べるようなものばかりだった。例えば、えー、同性愛は心の中の問題であり、先天的なものではなく肯的、肯定的な精神の障害または依存症です。しかし、個人の強い意志によって依存症から抜け出すことは可能なので、同性愛からの治療、えー、回復治療の効果が期待できるといった主張がなされている、えー。世界には宗教的な背景から同性愛を病気とし、電気ショックやカウンセリングなどで、異性愛へと無理やり強制しようとする天候療法 コンンバーージョンセラピがが今なお行われている国がある国あこうした処置は著しい人権侵害でありカナダのように法律で明確に犯罪と規定されているところもあるつまり同性愛を強制させることが犯罪になっているんですカナダでは はい、これを押さえてくださいね。で、日本では、このような暴力的な人権侵害行為は確認されていないが、会で配られた冊子では、天候療法を推奨するような危険な考え方が記載されていた。WHO は19、1990年に同性愛を精神疾患から除外している性。性同一性障害についても、2019年に精神障害というカテゴリーから外す判断を行った。これには実は医学的な根拠があります。後で紹介します。 で、加えて、LGBT の自殺的、えー、自殺リスクについて、自殺率が高いのは、差別、えー、社会的な差別があることが原因かというと、そうではありません。LGBT は、自分自身が様々な面で葛藤を持っていることが多く、それが悩みとなって自殺につながると綴っている。さらにこう続く。学校で教えるべきは、回復治療や宗教的信仰、または自然に変化していくことがあり、世界には同性愛や性同一性障害から出した多くの元 LGBT BGT の人たちがいいるととうこと性的マイノリティの自死未遂の割合は当事者非当事者に比べて LGB 同性愛者や両性愛者等で約6倍ト,トランスジェンダーの場合は約10倍高いという調査もある厚労省が、うんえー、委託実施した、えー、職場実態調査でも性的マイノリティ当事者が非当事者よりもメンタル不調の割合が高かったこれは明らかに社会の側に性的マイノリティに対する根強い差別や偏見があるからだ その通りだと僕は思います。で、え、天候治療が非科学的であり、危険な暴力行為であるのは言うまでもないが、えー、性的マイノリティの自殺率が高い原因は本人のせいであるかのような言説に非常に憤りを覚えた。僕も憤りを覚えました。え、さらにこの冊子では、なぜか社会では同性愛の要因は遺伝であるという認識が一般的だという前提に立ち、実は遺伝ではなく後天的なものだという言説を主張する。え、これ間違ってる。 あとで説明しますけど。で、確かにハーバード大学とマサチューセッツ工科大学による研究では、同性愛に関する単一の遺伝子が存在するわけではないという結果が明らかにしている。そ、これもそうなんですよ。しかし、これは同時に複数の遺伝子の関わりが影響している部分もあり、ゲノムから個人の性的行動を予測することは実質的に不可能。えー、同性愛の性的思考は、個人が生来の人格として持って生まれる不可分の部分だということは否定されないというのが、えー、ハーバードとマサチューセッツのこう、えーね、研究なんです。つまり、 単一の遺伝には、遺伝子には還元されないが、えー、もう、生来のもの。 つまり、これ、後天的なものじゃないということは否定されない。つまり、先天的なものだっていうのが、ハーバードとマサチューセッツ工科大学の研究の結論なんですよ。ただ、ここで問題なのは、同性愛などが遺伝なのか後天的なのかという議論そのものではなく、この冊子でされている主張が、同性愛は後天的なものだから、強制すべきだという危険な論理が展開されていることだ。本当にその通りだと思います。例えば、同性愛の原因について、家庭環境、特に親子関係に問題があるとし、えー、同性愛者 の母は子供と密接な関わりを持つ親密な母や、えー、子供に対してか、えー、過度に統制的で抑圧的な母が多く同性愛者の父は子供との距離感があったり敵対的あるいは子供に対して否定的な父が多いこれだから二重に人を傷つけてるんですよねで本当にもうあのね「教会と同性愛」っていうすごいいい本があるんですけどこの、えー、ねえー、著者本の著者って牧師なんですけど自分の娘が同性愛者だったんです 愛者だったことが分かりそしてお医者さんに話を聞きまくった結果これは本当に遺伝的なものだっていうことをその牧師さんは、えー、納得していくんですでそしてそのまあ、オーストラリアの牧師さんなんですけど あニュージーランドだったかなどっちかです。で、えー、その牧師さんは、えー、あ自分が本当に勉強不足だなと思って、えー、結局娘に理解を示していくんですけど、その娘さんは二度とキリスト教信仰に戻ってくることはありませんでした。なぜならば、キリスト教信仰こそが自分を最も深く傷つけたからなんですよ。で、このことを本当に考えなきゃいけなくて、じゃあその牧師さんからしたら、こういう言説、つまり同性愛に子供がなるっていうのは親が悪いんだよっていう言説って、親も傷つけちゃうんですよ。 だから、これ、本当に危ないと思います。さらに、同性愛を擁護する教育をすれば、同性愛者は増えるとしこれ、間違ってます。だから、天然パーマをね、学校で教えたら天然パーマの人が増えるって言ってるのと同じことなんでね。バカじゃねえのって話です。本当に。し性的少数者のライフスタイルが正当化されるべきでないのは、家庭と社会を崩壊させる社会問題となると述べてる。ちょっとありえないですよね。 つまり、なんか、その、障害者の、ね、人権とか認めちゃうと、健康な社会が崩壊しちゃうじゃないか、みたいな話に似てるんで、もうこれナチズムに接近してるんですよ、これ。はい、続き読んでいきましょう。ちょっとクラクラしていきますね。続き読みますね。同性愛の原因が家庭環境にあるとし、同性愛を擁護すると、同性愛は増え、社会を崩壊させるという論理自体が明らかに悪質な同性愛者別紙だ。その通りですね。社会を崩壊されるなどと、全く非論理的な主張で、性的マイノリティを スケープゴートつまり仮想的や生贄のように利用し家族伝統を守ると保守派の支持を集めようとする手法は世界的にもよく見られるそうなんですよね日本だとこれ神社本庁がやってるんだけどアメリカだと、えー、保守的なキリスト教がこれを政治的に、えー、支えてまあこの構図同じなんですよねなんか要は人々の権威主義的性格っていうんだけどそのなんかその 基本的な不安感が大きい性格の人たちって言って、その人って大きな父に守られたいんですよね。そして何かが変わるということがすごく怖いんですよ。で、そうすると、 何かが変わるっていうのは、つまり今まで男と女しかいないと思ってたのにいるってで、これいきなり出てきたんじゃないんですよ。これもう統計的にあるんですけど、え人口の数パーセントが性的マイノリティっていうのはこれ人類史通してずっとそうだし、なんだったら他の哺乳類でもそうなんですよ。じゃあ今までじゃあなんでいなかったじゃんっていうのは、彼らはいることを許されてなかったんです、今まで。 それだけ社会が抑圧的だっただけなんです。で、それが正常化して、今彼らがやっと声を上げられるようになったら、お前らいないことにしてくれるって言ってるのと同じなんで、まあちょっと。 あの、ひどい所業だと思いますよ。えー、で、えー、続き読んでいきますね。えー、このこ、えー、とですね、冊子では最後に、国連や、えー、欧米諸国からも同調圧力がありますが、決して屈することなく、むしろ世界のあ、あちを正しい方向に導く道徳的な国家になるべきだと思います。と、締めくくられていた。ちょっともう、ありえないですね。で、この講演を、えー、行ったこの用紙は、えー、キリスト教学者のようだ。 ここもまたクラクラしますよね。なぜ神道の政治団体でこうした言説が採用されているかという点に疑問を感じるが、残念ながら宗教的な背景からこうした差別的な主張をする人を説得することは非常に難しいだろう。本当にそうだと思います。だからこれを聞いてる人も同性愛者は本当に黙っとけと強制しやがれと思ってる人は、この放送を聞いてもめちゃくちゃ腹立てると思いますけども、僕は、えー、負けません。<laughs> あの、はっきりと、えー、少数者の、えー、権利というものを僕は主張し続けていきますので。はい。えっ、ー、と、論争 をしますので非常に難ししいででょうでも、彼らの意見を変えるというのは無理でしょう。僕も無理だと思います。無理ですけども、言い続けてい,けない,いかないといけないと思います。で、問題は明らかに差別的で問題を含む言説が、自民党の国会議員が多く所属する議員連盟で実際に広められてしまっていることだ。その通りですね。よく、欧米と違って日本は無宗教なのになぜいつまでも同性婚が認められないんですかという素朴な質問を受けることがある。えー、もちろん政治の の領域にジェンシスジェンダー異性愛者の、えー、高齢の男性という同質な人ばかりに偏っているという視点もて、えー、も指摘できるしかし今回の時、えー、新党政治連盟国会議員、えー、懇談会で配られた冊子からもわかるように日本でも宗教に基づく差別によってマイノリティの人権が侵害され続けている現状がある 参院選で各政党に対し様々なアンケート調査が行われているが、性的マイノリティに関する法整備について野党だけでなく、与党の公明党も含めて年々賛成の割合が高まっている。例えば、みんなの未来を選ぶためのチェックリスト、参議院選挙2022でも示されているように、同性婚については党としての反対なのは主,、えー、主要政党の中で今や自民党だけだ。えー、朝日新聞の 調査によると、昨年自民党が提案し、結局自民党内の強固な反対によって国会提出が見送りとなった LGBT 理解増進法案を早期に成立させるべきかという質問に対して賛成は自民党候補のうち40%、半数を割ったのは自民だけだったという。これは自民党議員や候補者一人一人の認識を変えたら良いというレベルの話ではない。政党の背後には宗教団体があり、 その票も含めた影響力が強くある限りまたは党として性的マイノリティの権利保障を進めなければ票が集まらないという状況にならない限りこの状況を打破するのは難しいとも言えるそしてこれは性的マイノリティの話だけではない特に選択的夫婦別姓をはじめジェンダー平等や家庭・子育て 福祉をめぐる政策、または歴史教育や安全保障、憲法改正などの論点にもつながっている構造的な問題でもある。性の多様性をめぐって社会の認識は大きく変わりつつある。しかし明らかに政治領域だけが一向に変わらず、むしろ堅くなに変わろうとしない現状がある。たとえ保守の立場から慎重に進めたいという認識があるにしても、 えー、政権政党の中でここまで非論理的で事実に基づかない、明らかに悪質な差別的言説を党内の大多数の議員に配ってしまえるような状況には驚きを隠すことができない。このままで、このまま性や家族のあり方について差別や不平等を温存し続ける社会で良いのか、日本社会に生きる市民、一人一人の行動によって変えていってほしいと思う。僕も本当にそう思います、えー。だから投票って本当に大事なんですよ。 まあ僕そのね今まで僕いろんな投票行動の話も前回しましたけどあのまあ一つだけ言えるのはいろんなあの,あの投票失敗したなとかいろいろやりましたよだけどえっと一つだけ言えるのは僕はえ過去どうかな10年10 <laughs> うーん 過去10年かな過去10年振り返って、僕国政選挙毎回投票してますけど、一つだけ一度も投票しなかったのは僕は自民党なんですね。はい。あの、これは別に僕に続けって言ってるわけじゃないですよ。僕の投票行動をただ言っただけです。で、まあ、それは、あの、いろんな理由があります。で、その理由の結構多くの部分は、今僕が紹介したような理由によるんですよ。やっぱこう日本会議的なもの、えー、神社、えー、なんだっけ、えっと、 新党国会議員連盟的なものに対して僕は明確に、えっ、ー、と、反対ですから。はい。あの、はっきり反対なんで、あの、だからあー、自民党には入れません。はい。で、えっと、で、じゃあなんで反対なのっていうと、まあ、その、今の、えー、ね、その配られた資料を読んでもわかるんだけど、あの、なんかね、あの、彼らって、結局その、ロジックがないんだよね。で、あの、非論理的なんですよ。そして、 往々にして前提が間違ってんすよ。で、えっと、さっきのちょっと資料の、えっと、ね、えっと、同性愛は肯天的だもなものだっていうのが、実は否定されてるっていうのが、えっとね、キリスト教は同性愛を受け入れられるかっていう森本杏里さんが、えー、翻訳した素晴らしい本があって、これね、僕あの、プレミアム放送で、えー、近日中に必ずやりますので、めちゃくちゃ面白かった。 通常放送ででは到底できなない内容なんだだけけどえ一箇所だけそこから引用しますえこういう箇所があるんですね。科学が光を当てるもう一つの問いは、性思考の起源である。この議論はなお継続しているものの少なくとも二つのことが明らかになってきたようである。これだから今の科学が同性愛をどういうふうに考えー、今の医学ね、科学がど、えー、同性愛について研究した結果、ここまでのことが分かってるんですよ。全てが分かってるわけじゃないんですよ。でも、えここまでのことは、えー、分かってるんですよ。第一に、私たちの思考、性思考ですね。これは 所要であり自由には選べない当面の仮説によれば思考は遺伝因子とホルモン因子の組み合わせで生じそれに環境因子と学習因子過去本性と養育が加わる一般的に合意されていることの第2点は私たちの性のあり方が人生のかなり早い段階過去おそらく2歳から5歳の間に決定されるのでその後は劇的な変化を起こしにくいということである。 同性愛から異性愛へと転向させようとする治療、ッコ付きの治療では、現在では第一線の科学者たちにより誤りであると考えられている。このような処置は多少の行動の変化をもたらすかもしれないし、禁欲主義という道を選ばせるかもしれないが、当人の深い部分にある感情を変化させはしない。せいぜいのところ重大な心理的、情緒的混乱をもたらすだけであろう。 これらの事実もまた進学と倫理の問いに関わってくる。えー、ということで、あのー、同性愛を転校させるっていう治療って科学者によって否定されてるんですね。で、これ調査もあるんですけど、むしろ害の方が大きいってことが分かってて、でそれによって自殺しちゃう人も結構多いんですよね。で、えっと、これだから本当に、なんていうのかな、危なくて。 まあ、あの、ぜひですね、皆さん、これ、あう僕論争を受け付けるって言ったけど、これね、論争を受け付ける、あの、スタート地点に立つのに、ぜひ、この映画だけは見てから僕に、あの、反対の人は反対意見言ってほしいんですけど、えっとね、ある少年の告白っていう映画があります。で、この映画、実話に基づくんですね。で、原作の、えっと、自伝があって、それがそのまさに、そのある青年が、 ああ、まあ、同性愛者なんですけれども、えー、牧師の家庭に生まれるんですよね、アメリカのね。で、えー、その牧師の家庭だから、親たちは隠そうとするじゃないですか。で、隠そうとして、で、で、隠した上で治療させようとするんですよ。で、その治療施設っていうのが全国、全米にめちゃくちゃいっぱいあって、で、どういうことがそこで行われているかっていうことの、まあ、その、彼が告発した のが、その、ある少年の告白の、えー、原作の、なんていうのかな、えー、自伝小説っていうのかな、なんですよ。で、そこって、あの、とにかく、えっ、ー、と、同性愛者を、えっ、ー、と、だから、レズビアンもいれば、ゲイもいるんだけど、えっ、ー、とね、 そこの施設に収容して、教会がほ、ほとんどの場合や、運営してるんですけど、そこに合宿させるんですね。で、外部との接触を断つんですね。で、えっ、ー、と、携帯電話、スマホを取り上げるんですね。で、そこで、えー、毎日、その牧師の保守的な説教を聞くんですよね。神は男と女に作られた、男と女であって、忠誠ではない、みたいな。で、そして、えっ、ー、とね、自分の家族の罪っていうのを全部、なんか書き出させるんですね。で、そこに必ず理由があるはずだっていうんですね。で、えー、もう逃げようとした人 押さえつけて祈るんで、すね <laughs> で主のみなによってってもう、で、抑えつけながら、も暴力と祈りがね、組み合わさってるの僕、その映画で初めて見たんですけど、吐き気を催しそうになりましたけども、で、結局、その映画のその主人公、どこ行くかっていうと、つまり実話なんで、その人、実際今も生きてるんだけど、あの結局ですね、ニューヨークに、えー、引っ越すんですよ、南部の保守的な。 キリスト教の州から。で、ニューヨークでやっと自分のを理解してくれる、えー、同性愛者の友達に出会って今は幸せに生きているっていう話。まあ、ハッピーエンドなんですけれど、えっと、この映画でやっぱり本当にこれはしんどい話だなと思ったのは、あの、主人公と一緒に、えっと、その、 隔離されて、まあ、とにかくスパルタ教育の今までは軍隊にいた男の中の男だということをお前らゲイたちに教えてやろうみたいな。で、その職員たちはゲイのことをファグって呼んでるんですよ。で、これオカマ野郎みたいな別称なんで。だから彼らにその 治そうとする治療者に対する尊敬が全くないです。なぜなら、その施設自体が同性愛犬を、ホモフォビアによって、えー、作られてるからですよ。で、そこに、の昔軍にいた角刈りの、なんか、筋肉流々の男が来て、俺が男であること,いうことを教えてやろうっていう時に、いや、お前は女らしいな、とかで、太っちょ、太っちょゲイよ、女はお構いやろ、俺に向かってこい、みたいな。で、そういうことをやっていじめていくんですよ。で、ちなみに、そのいじめられた太っちょ、 えー、そのね主人公の友人にそ,その施設だけで友人だった友達は後で、えー、自殺したっていうのを主人公は聞くんですよね。でまあ、だからここうういうことを知ってて このね、あの神社本庁で講演をした、まあ、キリスト教学者の洋さんっていうんですか。えー、この人は言ってるのかなっていうのは、すごく僕は疑問に思いますね。はい。で、えっ、ー、と、だから先天的な、だから性スペクトラムの研究って今進んでるんだけど、あの、明らかにあらゆる哺乳類でね、まあ、僕も獣医だから、それ習いましたよ。だから、その繁引用とか、良性具有もあるし、同性愛行為って、えー、哺乳類に結構普遍的に見られるんですよ。で、人間もその例外じゃないはずがないんですよ。 例外であるはずがないんですよ。人間だけは、ねあの、中間の性がないってことは、ありえないです。科学的に。で、実際にいるわけです。で、それは1%トっていう人もいるし、6%, 6っていう人もいるし。えー、ただ、その人口の10%に3つ、えー、ってことは多分ないだろう。おそらく1%からまあ3%ぐらいの間なのか、まあ、いろんな数え方によっても違うし、カミングアウトの度合いによっても違うんですよね。その社会背景によってね。<laughs> でもとにかくその方々というのは、あ生まれつきそういうふうに生まれたんで、えー、だから治療するっていうのは全くもって間違ってるっていうのは科学者のコンセンサスなんでね。で、それが、その、 その前提が間違っ、そもそも間違ってる、しかも差別主義に基づいた文書を自民党の議員たちが勉強しているということに僕はおぞましさすら感じます。はい。でね、で、で、もう一個フレーミング提供すると、これね、実は、あの、この自民党の保守的なるものって何かっていうと、あの、もっと大きな社会学的なフレーミングで言うと、非マイノリティポリティクスっていうのがあるんですよ。 でそれ何かっていうと、あのー、それまで特権を享受していた多数派の人っていうのがいるとするじゃないですか。でその社会で今まで発言をあるいは存在を抑圧され続けていた少数派の人が私も生きているんだっていうことを声を上げ始めるとね結局今まではね対100対0で。 特権を享受してた人たちがいるわけですよ。で、その100ゼロを、いや、これちょっとバランス的に、本当は合合になるべきなんだけど、せめて、 1>, 1対99とか2対98とかにしてくれませんかねっていう声を上げたときに、これがまさに夫婦、選択的夫婦別姓とか同性愛の権利、LGBT 理解増進法というものに現れている動機なんだけど、そういうことを言い始めると、この100の特権を得ていた人たちってどう感じるかっていうと、これは平等、 今までの不平等が正されるとは感じないらしいんですよ。その今まで100%の特権を享受していた人、つまり、まあ、ストレートの人たちってずっと歴史上、まあ、特に近代においてそうだったわけですよね。男らしさ、ジェンダーロールっていうものがものすごく批判だった19世紀、20世紀っていうのはまさにそうだったんだけど、ストレートの人の特権を、いや、私たちも生きてるんで、1%、2%ぐらい場所もらっていいですかっていうと、どう感じるかというと、 むしろ自分が差別され抑圧されてると感じるらしいんですよ。で、これね、絶望史のアメリカっていう本最近読んだんですけど、アンケースという人が書いてるんですね。で、6ページから7ページ。これが実はその昨今のその白人のアメリカ人がものすごく えっと、私たちこそ、えー、抑圧されたマイノリティだって、ますます感じるようになってきていて、で、その理由っていうのがこの非マイノリティポリティクスなんですよ。で、そういう人たちがトランプを支持してるんですよね。で、だからこれが、ホモフォビアとも繋がってるっていうのは実は必然なんですよ。えぇ、ー、6から7ページね。労働階級の白人アメリカ人の半数以上が黒人や他のマイノリティに対する差別と同じくらい、白人に対する差別が深刻な問題になってきたと考えている。だが、 それに同意する大卒の白人アメリカ人は30%しかいない。歴史学者キャロル・アンダーソン曰く、常に特権を与えられてきた人にとって、平等は抑圧のように感じられるのだ。 平等は抑圧のように感じられるのだ。つまり、今ストレートの人たち、まさにその神社本庁みたいな人たちって、今まで日本の中でも圧倒的な特権階級だったし、特権階級っていうか、まさにそのサザエさん一家じゃないけど、あの、そういうマイノリティがないという、こう、前提の上に自分たちを保守とか伝統とか呼んできたっていうぜ、えー、人たちですよね。で、この人たちに例外も実はあって、そういうことも科学的に分かってきて、っていうことを言うと、 自分たちが奪われてると逆に感じたんですよ。実は今まで奪ってきたものの一部をちょっと返してくんないって話なのに、むしろ積極的に奪われてるって感じちゃってるっていうのがあって、これすごいですよね。で、もう一個、えー、この本から、絶望史のアメリカからね、180から180。 1>, 1ページ。これもヒントになるんですけど、アメリカの白人労働者階級の崩壊にはもう一つ別の側面がある。多くの地域、多くの企業で、それは白人労働者階級だった。 えーえー、アフリカ系アメリカ人はそうではなかった。白人は黒人に対する特権を有し、その特権は長年続いた。だが、特権は縮小または消失した。社会学者のアンドリュー・チェルリンによれば、ブルーカラーの労働者のための広い機会が制限されていく環境にあって、白人労働者は黒人の身長、これ発展ですね、を自分が持っていた人権的特権 人権権的特権地位の弱体化つまり特権が減ったではなく機械の不公平な剥奪と見,見なしているつまり実は今までの特権がちょっと減ったっていう相対的にしかもだけなのに私たちは奪われてると彼らは主観的には感じてるんです。 で、ここに同性異務があるんですよ。で、ピュー研究所の調査によれば、アメリカの白人労働者階級の50%以上が黒人やその他のマイノリティに対する差別と同じくらい、白人に対する差別が大きな問題になってきていると考えている。だが、大卒白人アメリカ人の70%はその意見に反対だ。仕事世界と仕事世界が生み出し、 えー、支えてきた家庭生活の両方が同時に失われた。そして人権的特権が失われたと考えられればまだマシで、逆差別すら起こっていると見なされるようになっている。この両者の組み合わせは有害で、現実だが当時、 えー、統制できる所得減少よりも強力なのだ。だからこの逆差別、主観的に逆差別と感じてしまうという、この状況というのがすごく問題であり、えー、非マイノリティポリティクスっていうもののちょっと根深さなんですよね。えー、っと、僕ね、ちょっと、あの、これね、まあ、ある、そうですね、すごくちょっとぼやかして言わないといけないんで、あれなんですけど、 まあるその、ま、西洋のクリスチャンの方が、えー、と言っていたっていうのをまた聞きで聞いた僕の知り合いの知り合いの知り合いぐらいの話にしましょうかねねでそれちょっと事実に基づくフィクションというぐらいで聞いてほしいんですけどでその方はもう強固に同性愛というものに反対していてでもちろん治療すべきだと考えている方なんですよね ゴリゴリのファンダメンタリストで。で、その方が、に対して、さあ日本の、まあ、牧師さんが、えー、これは私の知人の、 知人の牧師さんがね。えーえー、いやいや、でも、その最近の科学的知見なんかだと、やっぱり性スペクトラムっていうのがあって、そういったことを我々本当にちゃんと理解して、えー、丁寧に考えていく必要がありますよと。で、その牧師さんは、そのゲイの方にも関わってるし、レズビアンの方の方、ね、えー、実際にそういう方の声を聞いたりしてる牧師さんなんですけど、<laughs> でそしたらその西洋の宣教師の方はこう言ったそうです。西洋では今、その LGBTQ の権利というものを人々が声高に叫びすぎて、私たちクリスチャンは迫害されてるって言ったそうなんですよ。でも、どう考えても迫害されてないです。迫害する手を弱めてくれないって言ってるだけなんですよ。でも その選挙士さんにとっては、自分がまさに攻撃されてると思ってるんですよ。主観的に。これ、非マイノリティポリティクスの、つまり自分はマジョリティでもあるにもかかわらず、ね、マイノリティの人たちが自分は生きているんだということを主張し始めると、自分こそが迫害されている側だと錯覚するっていう現象。 これがまさに典型的にその発言に現れてるんですよね。だって迫害されてないですよね。お前ゲイになりやがれよと。ゲイ、人をストレートをゲイにする強制施設にぶち込まれてないですよね。むしろそういうことをやめてくれませんかって言ってるだけですよね <laughs>。でね、このゲイを直す施設を運営するというかそういうことを支持する人にぜひ聞いてみたいんだけど、その人って多分ストレートだと思うんですよ。で、その人さ、もし自分がね、 生まれ落ちた世界で、ゲイが99%で、あなたのストレートという性的なあり方は異常で病気なので、あなたを施設にちょっと入れますので、治療しますのでって言って、ゲイこそが正当的な性のあり方なんだって言って、えー、お前はそういうふうに、あの、男性なのに女性の、ね、えー、なんだ、そういう、えー、ポルノに興奮していると。だから男性の体のポルノに興奮するように練習しろって言って、そういう雑誌を渡され でその部屋に隔離されて監禁されてそしたら多分気狂いますよね。ですよねでそういう風な気持ちを今までゲイの方々が味わってきたんだよということを本当に我々考えた方がよくて是非。ぜひ あの、ある少年の告白、皆さん、本当におすすめの映画ですので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。ということで、まあ、今日はその、小田島隆さんの、えー、不法の話と、えー、まあ、自民党の議連で配布された、あ資料ですね、について、え話させていただきました。まあ、多少ヒートアップしてしまいましたけれども、あの、これはま、別に僕の、 放送を聞いた結果、あの、自分は、あゲイはあ、直すべきだという結論変わらないという人がいても全然いいんですけど、ぜひですね、その方も、そのある少年の告白だけはちょっと見てほしいかなって感じはしますね。はい。ということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、プレミアム放送、そしてですね、イフジーザスはメイヤーの、えー、読書会の方もよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。